皆さんこんにちは消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座全体構造法律分野第1回の講義を始めますレック講師浅田健吾と申しますよろしくお願いいたしますはい じゃあ皆さんですね60分やっていただくんですけれども公式テキストの丸にねこちらの方をご用意してください、はい、でこちらのテキストは目次の方ね全部試験範囲に入っておりますのでこのまま続けさせていただきますので早速中身に入っていきたいと思いますはいじゃあテキストですねこちらのテキストの方を用意してくださいじゃあ、えー、っとまず 法律分野ですね。見ていくんですけれども、時間が六十分ということですので、あの快つまんでねいきたいと思います。じゃあまずページの方ですね。はい、十、えー、ページのところを見てください。十ページ、いいですね。いいですかね。十ページになります。はい。えー、け左側丸一契約とはって書いてあると思うんですけど、契約とはって書いてあるんですが簡単に言うと一行目約束ですね。 契約とは一言言えば約束ということになります。はい、いいでしょうか。じゃあ、次のところ行きます。十ページ丸二左側下の方ですね。契約はって書いてありますけど、ね。下から二行、申し込みと承諾の意思表示の合致で成立。で、例えば、売買契約と書いてありますが。売りましょう、買いましょうで、売買契約成立です。 売りましょう買いましょう買ってくれませんか買いますよでもいいですよ売りましょう買いましょうはい難しく言うとはい申し込みと承諾の意思表示があれば売買契約は成立しますいいですかねそれだけですね10ページでですから契約書はいらないですいいですかね契約書っていうのは 簡単に言うと民法ではです、ね、これは後でトラブルにならないようにということですので契契約約書ははなくても売買契約は成立しますね。後で一体言わないになるから契約書がいるということですけど、はいえー、一応契約の成立については、はい、売りましょう買いましょうで売買契約成立口頭でもか契約書はいらない書面いらないというふうに押さえておいていただければ結構かと思います。 ね、まああの問題とかでも出てますのでね、また見ると思います。じゃあ次11ページ行きたいと思います。はい、えー、左側は契、い、約って書いてありますね。契、は、約、い、とは何ですかというとですね、電車やバス運送契約、電話、えー、携帯電話、スマートフォンなどの通信契約ですね。保険契約なんかで大量の顧客との間で、ね、定型的な取引を決めたもの、これを契約条項を契と言います。 はい、旅行やなんかもありますけど細かい字でいっぱい書いてあるやつね「約款と言いますで気をつけていただきたいのは11ページ左側真ん中より下 B 改正民法で定型約款の規定というふうにあるんですけれども改正民法は定型約款に関する規定を設けた、はい、この定型約款は「約款という大きな丸の中に入ってますだからここの中で NG ワードがあります。改正民法で約款すべてを規定はペケです。いいですか？実際公式件も出てますのでいいですね。改正民法で約款全部を決めたはペケです。定型約款というものを決めたが正しいです。じゃあこの定型約款ってえ何ですか？というと少しだけ見ます。黒丸一つ目ね、不特定多数のものを相手方としてということです。だから 一対一で約関を作った場合はこれ定型約関とは言わないとですいいですかね。不特定多数のものに対するものが定型約関ということになりますんでね。いいですかね。その辺のところはしっかりと押さえていただければというふうに思います。はい。いいですかね。じゃあ次見ていきたいと思います。はい。十二ページ見てください。十二ページね。はい。左側 マル三ですね。契約書面の交付と作成ということですが、はいここ大事ですね。先ほど言いました契約が成立するためには合意で足り、はい売りましょう買いましょう、貸してください貸します。はい契約書の書面は必要ないということになります。でも違う法律ね、はい違う法律特別法などで書面を寄付している場合は必要。つまり民法という民法は民の法律です。 神の法律は基本的にはね人対人ですね。一般の人対人っていうところにも関わってきますので、ですから、特別な法律が法律が用意されてなければ書面はいらないということになります。ただですね。ここね一つだけ注意してください。かっこ3のあごめんなさい。丸3のいいですか？丸3の上から1。2。3。4。5。6。7。8。 一二三四五六七八行目最後民法上民法の例外として保証契約は書面か電子的記録まあだからデータねによらなければ効力が発生しないこれは民法で唯一書面がないと契約成立しないのは保証契約だけですこれはなぜかというとですね保証ってわかりますかね自分がお金を借りてないのにね。 お金を借りた人がお金を返せなかったら代わりに保証人がお金を返さなきゃいけないというとてもかわいそうな人です。だって自分の借りたお金を返せないなら責任あると思うんだけど、保証人になっちゃうと自分が借りてねいお金でも保証人だからということで返さなきゃいけないでしょ。ってことになるとね、ね一体言わないとかね。 その人にととってとても不利益がこむるでしょ本当にあなたいいのって自分の借りたお金じゃないけど本当に保証になっていいのってだったらその人も相当確保がいるんであとで,で一体わ保証人になった習ってないってことに言わせないためにも保証契約だけは書面がいいいるととううこでです、はい、よろしいでしょうか、はい、民法で契約、はい、例えば売買、えー、の場合は売りましょう買いましょうで売買契約成立です。 賃貸借賃は家賃の賃とか賃料の賃ですからお金を借りて貸し借り契約、はい、これもう貸しましょう借りましょう貸してください、ね、貸していいよあの貸しますよで契約成立書面いらないですただ民法で唯一保証人になる契約についてだけは書面がいるということです。 いいですね。他の法律で書面がいるっていうのはあるかもしれませんけど、これは民法じゃないですからね。はい、じゃあ次見ます。十二ページですね。はい、右側丸四ですね。はい。商品が届く丸四のことですね。のは契約は締結した後、その契約の履行としていただけなのが普通。これに対して業者が 消費者の注文に基づかないで商品を送付して契約を申し込む商法がネガティブオプション送りつけ商法ですごめんなさいで、送りつけ商法は勝手に送ってきているだけだから契約は成立していませんいいですねだから例えば送りつけ商法でそのままね商品が契約していないのにも届いても承諾する義務は一切ないです で書いてあります、の行目かな 1, 2, 3, 4、はい、契約してない商品が届き受領したとしても購入を承諾する義務は発生しない仮に事業者が、丸日以内に返送、えー、されないときは購入を承諾したものと扱うという記載をしていても、ね、通日が経過したからといって買い取る効果が発生しないし。 返送する義務も負わないということです。で、ね、送り付け書報は勝手に送りつけたきただけなんで基本的には無視すればいいです。いいですね。はい、じゃあ次いきます。十三ページ契約内容ですね。契約自由の原則ということですね。これ大事な原則です。はい、カッ三左側上から産業契約の内容は当事者が自由に決めれる。だからお互いがいいと言えばいいということです。 それはなぜかというと資本主義の世の中だから法律もね自由に経済活動ができるようにということではい2行目最後国家は契約に干渉しないといとうのが基本ですお互いがいいって言えばいいってことです原則はねでもちろん法律は例外もありますからそういう場面じゃない時もあるんだけど契約自由の原則はお互いいいい良ければいいということですでこれ見ていただくと主に3つあってですね締結の自由 だから契約するかしないかこれは、ね、締結の自由で内容はいいくらで買うかとかねそういう内容ですねそれから方式お互いの合意だけで契約は成立するでじゃあ書面を交わしましょうかっていったらそうなりますから契約自体はもう自由ですただねないものがあるんですね契約からの離脱の自由はないですこれはなぜかっていうと相手に迷惑かけるからです だから一旦契約が成立すると原則お互い守らなきゃいけないということですだから一方的にに契約を離脱すする自由はないといとううふうに言われますいいですか、ね、だからこのね契約自由の原則ってのは基本ほとんど自由なんだけど一方的に契約を自分から嫌だってねだって契約したら相手に迷惑かかるでしょということになりますね、はい、よろししいでしょうかね。 じゃあ、次見ていただきたいと思います。十四ページ、括弧四ですね。判断能力が不十分なものへの保護。未成年者と成年後見にというところになっております。で、詳しいところは、ここもですね。過去問を解きながら、見ていきますので。えー、と、概略ね、見ていきたいと思います。概略だけですね。詳しいことは過去問なんかで見ていきます。はい、未成年者取り消しっていうのが、左側。え、十四ページ、左側、丸一のところにありますね。 未成年者取消ですね。で未成年者はこれ皆さんもお分かりですよね今20歳未満のものですねはい成年年齢引き下げはあるんですけど今のところは20歳未満ですねはい14ページ丸1左側はい民法は満20歳をもって成年とするとで未成年者が法定代理にまあ主に親だと思ってください親 親の同意がなく、王、OK、家がなくした契約は取り消すことができる。これは原則です。で、えって書いてあるよ。十四ページの真ん中ぐらいに、左側、真ん中ね。左ですよ。はい、え未成年者が、親の同意なしに行った契約は取り消しができるということです。 取り消しししててももいいいいよよで契約なにとこです。で、例外なんかがありますがこちらの方はね問題を通して見ていきたいと思いますんでね、まあ、とりあえず今押さえていただきたいのは未成年者がした契契約約は原則契約取り消せるでこの試験ね原則だけじゃなくて例外も出ますので未成年者がした契約でも取り消せができない場合とかねそういうのも出ますんでね、まあ、とりあえず原則だけ今のところあ,あそうなんだと思ってください。 で、あと十四ページいいですか？左あごめんなさい間違えた。右の下ですね。えー、と C として成年年齢の引き下げってあります。ここ少しですね読まさせていただきます、えー。これ消費者教育がいかに大事かということですね。若者に対する成年年齢を二十歳から十八歳に引き下げる民法改正が二千十八年に成立し二千二十二年二十二年四月一日から施行されると。 で、今、二千二十一年ですので、来年ですね。来年。ですから、今年の試験はもちろん、未成年者は二十歳未満ということになります。で、十八歳は高校三年生、もう十八歳になりますよね。ですから、これによって、まだね、社会経験が未熟な高校三年生の子でも。単独で契約ができちゃったりすることができます。そうすると、消費者被害が。 多くなるんじゃないのかなって話ですね。そうすると15ページ左側はい一番上ですね。えー、あ二行目か。若干はあの若者ですね。若年者へのはい。 消費者被害がが増加するることが危惧されるそこで中学校高校大学専門学校への消費者教育を大幅に強化する必要があることが指摘されているまさに20年から2022年4月から成年年齢が引き下げられることによる消費者トラブルが多いんで多くなることが予想されるから消費者教育が若者に対する消費者教育がとっても大事だということです。 だから全体構造のところでもですねお話ししたんですけれども消費者教育をやるべき対象としてねまず上がってくるのが高齢者です。なぜかというと統計的に見て消費あの相談件数としては高齢者の方が多いからですで。次はやっぱり若者ですね この2つがまあメインですね。で、それ以外にはテキストで載ってたのが障害者に対する消費者教育や。あとはまあ私個人的なこともあるんですけども、やっぱり外国人に対する消費者教育なんかも必要じゃないのかなということになります。はい、よろしいでしょうか。はい。じゃ、あ次行きましょう。次15ページ、えー、右側丸2ですね。あ、左側ですね。ごめんなさい。成年後見人制度ということですね。これは何かというとですね。 簡単に言うとですね、あの認知症の方です。はい、で A のところを見てください。はい、15ページ丸2の A。高度の認知症などで契約できないと、その時にね、意思,意思表示をする能力が欠けている場合は無効です。でここね、意思能力を有しないというのは何かというと、はい、意思無能力者。で法律行為って書いていませんか？ えっとマ二の A の産業面的に法律行為もう法律行為うとですねちょっと分かりにくいと思うんで売買契約だと思ってください。意思無能力者がした売買契約は無効ということです。無効ということです。で、ちょっと時間の関係でご説明はまたえっ、ー、と解説講義の時になるんですが無効と取り消しちょっと違います。 で、あと解除っていうの言葉もあるんで、ちょっとこの場ではですね。ちょっと説明すると時間かかっちゃうんで、これだけでね。あの10分以上かかっちゃいますんで、無効と取り消しと解除。これは言葉の使い方が違います。法律用語です。ただ一つだけですね。同じことだけ言いま契約自体がなくなるという意味では一緒です。 一緒で,すね、ですからまあイメージとしては契約そのものがなくなるんだけど少し何か違うんだなという感じですね。ですねであとね認知症がひどい人の契約はじゃあどうなるかとこれ取り消すことができるんですで。どこに書いてあるのかというと15ページ、はい、左側22ですね。丸2のはい A の真ん中よりはそこてて書いてある「家庭裁判所に申し立てて、まあ、家庭裁判所というところにお願いして精神科の診断書ねお医者さんの診断書なんかで成年後見補佐補助の審判を受けたもの。つまり ちょっと言い方悪いですけど認知症になられちゃってで認知症のひどい方中ぐらい、ね、そこまでいかないっていう方これ3つに分けるこれ審判があります。審判というのはお墨付きをもらう場合ねでその後についてはその一定の契約について単独1人でやった場合はだから認知症のひどい方中ぐらい、まあ、そこまでいかない人がやった契約は取り消すことができるという制度があるということです。 したがってこのね成年後見人というのは3人の種類の方がいるということですこれが15ページ B の種類のところを見てください、はい、15ページの B の種類のところを見ていただくと後見、ね、は,い、貢献はこれは書いてありますね判断能力が常時欠如だからこれは認知症の重い方ですで補佐というのはこれは認知症が著しく低下で補助は 定価ということです。でこれですね、家庭裁判所に申し立てて審判というのは簡単にお墨付きをもらわないとダメということですね。それをやらないと後見補佐補助にはならないです。いいですかね。で具体的なところはまた問題を通して見ていきますけれども一応まあそんな感じですね。いいですかね。であとはえー、っと。 15ページかですね、意思表示の可視について見ていきます。意思表示、括弧5ですね、意思のしの字、気をつけてくださいね。思うという字ですからね。志ではないですからね、思うという字ですね。はい、いいですかね。軽く見ていきます。まず15ページ丸 ①、作語とあります。作語は勘違いです。まあこれ大体お皆さんお分かりいただけますね。作語でした契約、はい、これ取り消せます。括弧5のタイトルがありますね。 錯誤、これ勘違いですね。勘違いでした契約は原則取り消せるということになります。勘違いでした契約は原則取り消せるということですね。で次16ページ見ていただきます。詐欺、騙されることですね。騙し騙される。で騙された人は契約を取り消すことができるということです。ね。で脅迫、脅迫する側、されちゃう側。 脅迫された人は契約を取り消すことができるということですねはいいいですか詐欺であ、ごめんなさい勘違いした人錯誤で勘違いした人は契約は取り消すことができる はい、それから詐欺で騙されちゃった人は契約は取り消すことができる、はい、脅迫されちゃった人も契約を取り消すことができるいいですねあと未成年者は契約を取り消すことができるそれから成年後見人は契約を取り消すことができるまず大ざっぱにそれだけですね押さえておいていただければと思います。はいいいですかね